林なら斉藤、斉藤が巻いてくるボール、押し込んで決めていった、ワンプレーでゴール、先制は藤枝舞 FC。 セットプレーワンチャンスをものにして、これで0対1です。最後は4番の秋山でしょうか。斉藤の左足から今日は守備でも素晴らしい活躍を見せていた秋山が飛び込んでゴール。